都会に来た。東京湾長江の第一弾は、東扇島西公園に行きます。買い出し。帽子が110円だったぞここが東扇島西公園です。雨の平日なのに、釣り人が多いな。いい感じに空いてる。砂利目を買います。税込み500円。まずは、マゴチを釣る餌を釣ります。ちなみに、これは、400円の竿。ゆっくりさびきます。地球がヒットだな。この釣り場は、根がかりがあるのか。一投目で仕掛けが全開だぞ。投げ釣りはやめとく。ヘチで釣る。浅い。食い気のある魚はおるようです。餌が釣れた。赤ちゃんカサゴだな。とりあえず、マゴチ狙いを始める。根がかり、全部ロストを避ける仕掛け。この猿缶を使う。マゴチ狙いの竿は、鈴が鳴るまで放置だな。また、赤ちゃんカサゴ。トゲトゲしすぎ。赤ちゃんカサゴばっかり。タコを狙ってみます。東京湾の名物の釣り方。
何かヒット。釣れた。大きそう。相模湾でも釣れる。小魚を釣るのは飽きた。ホタルイカで大きい魚を狙ってみる。これで、マゴチ、釣れないかな。すでに、釣った感があるな。ザリガニが捨てられてる。あれ、腐ってる。浅い。釣れる可能性があるのは、大きな魚のみ。たまに当たるけど、ヒットしない。根がかりばかり。無理だな。大きな魚が釣れる気配はゼロです。タコを探ったら帰ります。根が張っても、エビを回収できる可能性、大。カニ網が放置されている。鳥さんが絡まったら、一大事ですぞ。水に入れる前にエギがぶっ壊れた。この釣り場で底物を狙うのは、きつい。
外れない、切れない。ゆでだこ。酢だこ、かっこ昆布風味を作ってみます。ダイソーの寿司酢。ローソンストアの昆布エキス。一袋入れてみます。1日漬け込みます。浅漬け、かっこ昆布ダブルも作ってみます。いただきます。昆布の味がしない？これも昆布の味がしない？まあ、美味しさは結構アップしている。結構な量を入れたんだけどな。ご視聴ありがとうございます。この東京湾釣行シリーズは、相模湾ではなかなか釣れない魚を狙います。応援をよろしくお願いします。